2022年最初の木曜日、この日関東は雪に包まれたが、小田原も例外ではなく、なかなか雪が降っている。こんな時だからこそ、あえて小田原市南町にあるとある有形文化財に行ってみたくなった。駅から小田原城方面へ10分ほど歩いて、さらに宝徳二宮神社を過ぎ、たどり着いたのはこちらの青函亭。青函亭とは、明治から昭和初期の政治家であり、長年貴族院副議長を務めた黒田長重の旧別邸のこと。明治39年に建てられ、しばらくは黒田家の別荘でしたが、なんやかんやあって平成20年に小田原市の所有となり、一般公開されるようになりました。普段なら相模湾が望める庭園が魅力のこの建物だが、今回は雪が降った場合はどのように見えるのかという興味本位で立ち寄った。ちなみに晴れていた場合はこちらなど、気の利いた映像は今回ないので、青函亭を検索してください。さて、こちらが玄関。2022年1月現在は入場無料。中に入るとこんな感じ。青函亭オリジナルスリッパを履いてお邪魔します。数寄屋風書院造りと呼ばれるこの建物、さまざまな趣向が至るところに凝らしてあるそうです。順路通りに進みましょう。入ってすぐマスクや、こちらは寄せ木細工でしょうか、が販売してあって、その隣は客間ですね。うん、広い。そしてめちゃめちゃでかいテーブル。こちらは第3代内閣総理大臣山形有朋の小田原別邸、古紀庵で使用していたもので、小田原市に寄贈されここに来たそうです。欅一枚板、枠は桜、圧倒的な存在感。立派な花が生けてあります。攻めたデザイン、虎年ゆえに虎の荒々しい勢いが表現されているなんてね。さて、次に進みましょう。階段を上って2階へ。昔の建物特有の急階段、お気をつけください。歪みガラスが素敵ですね。こちらも広い。スリッパを脱いで畳の奥へ。晴れていたらきっと相模湾が見えるんでしょうね。係の人に聞いたら大島まではっきり見えるとのこと。もちろん今日は真っ白。今回はセピア色にしてしまったので少し分かりづらいですが、まだ雪は降っています。おや、こちらは何だろう。こんなところに洗面台的な鏡もあるし、2階でも寝泊まりしていたんでしょうか。こちらは書の間。書や漢詩に精通した黒田長重ならではですね。2階から見下ろす建物も趣があります。ん？なんか休憩スペースっぽいものが見えます。行ってみましょう。1階へ降りる途中、真鶴半島を望むことができる明かり取りの窓が。でもあそこってどうやって掃除するんだろう。気になって回り込んでみると、ああ、ここ開く。洗面台っぽいところの脇が開くんですね。
なるほど、うまくできてますね。行き当たりばったりで申し訳ない。1階へ降りて西棟へ行くと、ありました、2階から見えた場所。こちらはレゾートカフェ青函亭。カフェですね。よかった。係の方がいないときはダイヤルで呼び出すんですね。回したいが先に気づかれてしまったので断念。コーヒーを頼んでからカフェテリアをしばし探索。広いですね。隣もあります。畳に椅子っていうのが明治っぽいと思ってしまうのが僕だけでしょうか。このスペースでは文化や歴史のイベントなどをやったりするみたい。部屋のところどころにある生け花や掛け軸、襖なんかもどれもなんか高級そう。屋敷から見る雪景色、もういっそ積もらないかななんて思ってしまう。いや、やばい、結構積もりそうな勢いで降っている。さて、コーヒーが来ました。温まります。静けさの中に木造建築特有の木がきしむ音が何とも心地いい空間です。しかし若干窓に隙間が空いているので寒い。強がらずに入り口付近にあるブランケットを借りておけばよかった。窓に近づくと、おや、サンダルがある。もしかしたら外に、うん、出られそう。いや、寒いけど行きましょう。お昼過ぎですが一層雪が強く降ってきます。そしてこちらは貴重な映像かもしれない雪の青函亭。庭園にある梅の花が咲いていて余計に寒さを感じるので中に入ります。残す見どころは戦前青函亭を別荘とした浅野公爵家が増築したこちらの蔵。漢字がたくさんありますね。漢詩なのかはちょっと僕には分かりません。ただこちら、これは見たことがあります。多分座下水月という前後ですね。花が咲いているところに腰を下ろして月を見て酒に酔う、いい言葉ですね。蔵はエアコンが効いていて暖かい、最高。一通り巡り終えました青函亭。紹介しきれていませんが、建物にはたくさんの遊び心が散りばめられているので実際に訪れて楽しんでください。ちなみにトイレはウォシュレットありです。ということで今回は以上。次は晴れた日に来ようと思います。それではまた。チャンネル登録をお願いします。